ので始まる言葉で語彙を増やしましょう。抜き打ち、ぬいぐるみ。抜き打ちは日本の武道の一つ、居合道の言葉です。刀を抜いてすぐに流れるような動きで打ち込むことを抜き打ちと言います。そこから予告なしに突然何かをするという意味を持つようになりました。よく使われる抜き打ち言葉をご紹介しましょう。抜き打ちテスト。突然テストをすること。とても嫌ですね。抜き打ち検査。予告なしに検査をすること。抜き打ち訪問。訪ねる日を知らせずに突然訪ねるのは抜き打ち訪問です。抜き打ちチェック。どれも慌ててしまいますね。次の言葉は、塗り絵、沼。小さい子供はよく塗り絵をして遊びますが、今大人の間でも塗り絵が人気です。自分で撮った写真を塗り絵用のイラストにできるアプリがあるそうです。そういうアプリを使わずに、パソコンのアート効果を使って、白黒のデッサン風の画像にしました。その上に水彩色鉛筆で色をつけてみました。この三十三間堂の建物も同じ方法で塗り絵してみました。写真と見比べながら塗り絵すると、建物の隅々までよく分かって面白かったです。絵を見て言ってみましょう。漢字のリストです。塗り絵、沼、抜き打ち、ぬいぐるみ。ぬで始まる言葉を集めました。次回はねで始まる言葉をご紹介します。この動画で30本達成です。いつもありがとうございます。それではまた。